1975年に開催された沖縄国際海洋博覧会を記念して発行された硬貨です。この博覧会は沖縄が1972年にアメリカから日本に返還された後、初めての大規模な国際イベントでした。主な目的は海洋資源の利用と保護、海洋技術の発展、そして海洋に関する文化交流の促進でした。また沖縄の復興と地域振興を図るため、国内外からの観光客誘致も重要な目的の一つでした。開催期間は1975年7月20日から1976年1月18日まで、33の国および国際機関が参加し、総入場者数は約350万にもなる大規模なイベントとなりました。記念100円硬貨は白銅で作られており、表面には沖縄エキスポの文字が刻まれており、裏面には博覧会のシンボルである海の門が描かれています。海の門は沖縄県本部町の海洋博公園に建築された高さ30メートルのシンボルタワーです。沖縄の海洋文化と未来への希望を象徴する門として設計され、約30メートルの高さを誇るこの門は博覧会場内外からも視認できるランドマークとなりました。設計は建築家の丹下健三氏、20世紀を代表する日本の建築家であり、国内外で多くの著名な建築作品を手掛けたことで知られています。博覧会終了後も海の門は海洋博公園内に残り、観光名所として多くの人々を引きつけ続けています。現在では沖縄美ら海水族館などの他の観光施設とともに、海洋博公園の一部として多くの観光客に親しまれています。Thank you.